ついに、20日目なんですけど、本当に刑務所1ヶ月生活が現実的になってきたんじゃねえか。そして今日はあの山中副幹事長が来る日、これは最悪のコンボだな。なんとかやり過ごしてまた平穏な日々を取り戻したいけど、俺がいる日は平穏な日々じゃないのか。あ、お久しぶりです、副幹事長。俺がいないからって好き放題やっていたみたいだな。え、そんなことないですよ、マジで模範囚の中の模範囚でしたけどね。そうですよ、副幹事長の印象だけで私たちのことを判断しないでくださいよ。どうしてくれるんですか、私がマリサに変なことばかりしたから、コメント欄で謎の霊夢叩きが起きているんですよ。それは俺に全く関係ねえだろ。視聴数と同時に霊夢アンチ増えるのくさ。まあ今日はお前らの最近の態度が気に食わないからいつも以上に厳しくいくぞ。副幹事長の気分の問題じゃないですか。そうですよ。うん、ちょっと待てお前、今なんか怪しいもの持っていなかったか。え、何のことですか。俺の見間違いじゃなかったら石のつるはしが一瞬見えたんだが。あ、副幹事長の見間違いなんで大丈夫です。そうだぜ、副幹事長の見間違いだぜ。なるほど、じゃあ緊急持ち物検査をしても問題ないというわけだな。荷物チェックしなくても潔白なのでする必要ないですよ。潔白だという証拠はどこにある。私は関係ないのでジャングルジムで遊んできます。に、逃げろー。おい、止まれ、荷物検査をここで行う。助けてー。逃げれば逃げるほど罰は重くなっていくぞ。マリサ、山中さんを止めてくれー。おい、なんでこっちに来るんだよ、ふざけんな。荷物検査ってどうやってやるんですか。まあいろんな検査方法はあるが、面倒だから一回お前を医務室送りにする。斬新すぎる持ち物検査だ。痛いのは嫌いです、副幹事長。すでにお前に拒否権はない。よし、検査を行うぞ。逃げず。ほう、やはりこれだけの持ち物を持っていたか。あいつはしばらく懲罰房に入れておこう。あれ、マリサはどこに行ったんだ。あ、副幹事、ここにいますよ私は。どこにいるんだ、早く出てくるんだ。はい、ここにいます。よし、まあ霊夢は医務室に送っといた。今日は一人で自由時間だ。あ、そうなんですね、あいつ悪いことしかしないな。また食事の時間に迎えに来る。了解です。霊夢、あいつ何をやっているんだよ。おそらく間違いで石のツルハシを出してしまったんだろうが、荷物検査って言われたから私もされるのかと思って臨時チェストを置いてしまった。看守が見ていないうちにこれは回収しておかないとな。せっかくダイヤモンド手に入れたんだ、くだらない荷物検査で脱獄を失敗したくないからな。これも地下のチェストに入れておいた方が良さそうだな。最近少し気が抜けていたってのもあるからしっかりアイテムは保管しておこう。ちなみに荷物検査されたが、霊夢に渡していたのは石のツルハシくらいだよな。鉄のツルハシももう一つできるからそれを渡す予定だったんだけど、その前にあいつが失態してよかった、回収されたら面倒なことになるからな。さっきの霊夢の二の舞にならないようにアイテムの整理もしっかりしておこうかな。インベントリがいっぱいだと必然的にアイテムを選択した時に監視にバレるからな。チェストもだんだん小さくなってきたから少しだけ拡張しておこうかな。さて、今後の方針を決めたかったんだが、霊夢がいないんじゃ何もできないな。なんでこういう重要な時にあいついないんだよ。あいつは今医務室にいるんだっけか。斬新な荷物検査だったから一回医務室に送られるのか。多分その後は懲罰房に入れられるだろうな。まあ霊夢の話はもういいや、それよりも今後はどこに行けばいいんだろうな。前回言った通りボディの探索もいいんだが、鉄のツルハシを使ってもう少し地下水路を掘ってもいいのかなとも思った。今は時間がもうなさそうだから次の刑務作業の時間にこの辺を掘ってみるか。あと要望が非常に多かった私たちの棒の先の石レンガ。すっかり忘れていたけどあそこも鉄ツルハシで見入れたから言ってないから、まだどこに繋がっているか確認していないんだよな。おそらく方向的には地下水路に繋がっているだけだと思うが、少しでも進展というか手がかりが欲しいから行ってみる価値は全然あるよな。終了だ、早く集まるんだ。お、食事の時間ですね。霊夢は食事はあるんですか。あいつを医務室から連れてくるのは面倒だからなしだ。めちゃくちゃかわいそうな理由だ。食事抜きにされたくなかったら元から怪しい行動はするんじゃねえ。それに関してはごもっともです。というわけで食事の時間だ。はい、わかりました。相変わらず全てのメニューが人参なんだよな。山中副幹事長は何も言ってなかったが、人参は腹持ちがあまり良くないから別の食べ物がいいんだがな。そういえば今日は刑務作業の種類もまた変わってくるのかな。山中副幹事長の作業って何があったかな。魚釣りとか石材加工とかだったか。やっていない刑務作業も2つくらいあったが、探索で行っちゃったんだよな。まあ刑務作業で進展を求めない方がいいって結論にこの前なっていたけどな。とりあえず地下水路に行ける刑務作業がいいな。
この人参が肉や魚に変化してくれないかな。終了だ、早く出てくるんだ。はい。今日の刑務作業はどこになるんですか？今日はあれだ、刑務作業はしない。え、じゃあ何をするんですか？昨日鈴木幹事長が体調を崩したから風呂を忘れていたため今日を風呂の日にする。あ、そういえば昨日は風呂の日でしたね。ちょうど医務室も近いしな、風呂だけは仲良く入れさせてやろう。そういえば医務室も同じ建物だったか。あいつ、飢えて力尽きているぞ。ああ、食料もかなり蓄えていたからな、さっき持ち物検査したとき確認した。腹が減ったんだ、飯をくれー。飯は今持ってないが、代わりにこれだけ返却しておこう。あ、それはいつもの。お前ら同じ顔だからな、帽子だけは被ってくれないと俺が困る。この世界の私たちもリアルと同じ感じにしてくださいよ。俺だってできればそうしたい、帽子だってしぶしぶ渡しているんだからな。では、また数分後に来る。わかりました。何してんだよお前マジで。アイテムの切り替えしてたところを見られてしまった。しかもよりによって山中の時にっていう。まあどっちの監修でも怪しい持ち物を見せたら検査は行われるんじゃないか。そこまで甘い世界じゃないか。さて、この時間はちょっとやりたいことあるんだよな。私も行った方がいい。そうだな、霊夢も来てくれると助かるんだぜ。さて霊夢、この地下水路、すべて石レンガでできているじゃないか。そうだね。もしかして掘るんですか？そういうことだ、もしかしたら何か隠し部屋があるかもしれない。なるほど。ここに鉄インゴットと木材がいくつか入っているから、これらを使って鉄のツルハシを作って、霊夢も怪しいところは掘っていってくれ。あ、了解。そのツルハシは没収されるなよ。さすがに一回失敗していることを二回もしないよ。鉄ツルハシなんて結構貴重なアイテムだし、頼むぜ。これ片っ端から掘っていったらあれだな、めちゃくちゃ大変だぞ。というかそもそも耐久値がなくなっちゃいそうだよね。ツルハシが先に壊れてしまうのか。でもそもそも鉄ツルハシ作ったけどあまり使用する場所なかったからね。鉄ツルハシは結構早い段階でできたけど、作ったから何かあったかと言われれば何もまだ起きていないんだよな。まあ重要資料保管庫の鍵にしばらく執着してたのはあるけどね。てか掘っているけど全く何もねえな。何かがある気が全然しない。しかも暗いから松明も使わないと見えないな。お、これはもしや繋がっているのでは。何かあるぞ、これ一体なんだ。これってもしかして懲罰防止の先の隠し部屋か。なるほどな。懲罰房に簡単に行けることが発見したぞ。っていうかそろそろ時間だから一回戻るか。霊夢、風呂に戻るぞー。了解、今行くー。まだ監視は、来てなさそうだね。霊夢の方には何かあったか。いや、こっちには何もなかったよ。マリサの方は、あのジェームズの隠し部屋みたいなところに繋がる道があったな。そうなんだ、これで懲罰房に行きやすくなったね。でも今更だな、ジェームズの任務があった時に見つけたかった。確かに、早い段階でそのルート見つければわざわざ危険を犯す必要はなかったね。終了だ。はい、今行きますねー。私はどこかに連れて行かれるのでしょうか。よくわかったな、お前は懲罰房だ。マジでどこかに連れて行かれるのか。まあ今日一日懲罰房で反省したら明日は通常通り自由時間をやる。1日くらい我慢しろ、マリサも一緒に入ろうよ。絶対に嫌だわ。なんかいつも俺が来るとお前は懲罰房に入るな。いやそんなことありますね。お前ひょっとして俺のこと舐めているな。そんなことないですよ、世の中で一番尊敬しているの山中さんなので。お前3日間くらい入れておくな。やだー。よし、これでいいだろう。あいつとことん出現するじゃん。さあ棒に入るんだマリサ。はーい。それで明日の自由時間まで待機だ、おとなしくしてろよ。普通に寝るだけなので大丈夫です。って本当に寝るだけだと思ったか。今日はこの棒の地下の石レンガの先を確認しに行くんだぜ。ここも暗くてわからないな。多分こっちだよな。あったあった、ここで合っているっぽい。
よし、松明で照らしたら見やすくなったな。で、刃掘ってみるか。やはり地下水路に繋がるだけだったか。でもこの時間に少し探索が可能になったな。一旦今日は戻るか。さて、今日はハプニングがたくさんあったな。次回は自由時間に言った通りボービーの探索をもう少ししてみるか。じゃあ今日はこの辺で寝ようかな。おやすみだぜ。